にちは。動きの骨研究所リハビリセンター理学療法士の西川和弘です。今回は歩くときに良い方の、今回であれば右足が大きく出せるようなコツをご紹介していきたいと思います。普段歩かれているときに手すりや杖などを持って歩くんだけれども、麻痺側で支えた後に良い方を出そうと思ってもなかなか足が前に出せずに、つい麻痺側と同じぐらいにしか足が出せないというような悩みないでしょうか。実はこれは良い方の問題ではなくて麻痺側の足に問題がある。体重を乗せていったときに麻痺側でしっかりと支えられずに正しく感じられてないから良い方の足が大きく出せない。これがしっかりと感じられるようになれば良い方の足も大きく前に出すことにつながります。ではこれからどのようなところを気をつければ良いのか練習していきますが、まず麻痺側の足を少し前に出しましょう。そして前へ体重移動します。この時に確認していただきたい、何を確認するかというと、麻痺側の足の裏で支えている体重の乗り具合はどのあたりにあるでしょう。かかとの方に乗ってるなとか小指の方に乗ってるなということはありませんか。このようにかかとや小指の方に乗っている方は良い方の足を大きく前になかなか出せない。なぜかと言いますと、体重が後ろに残ったままなので、極端に言えば腰が引けているような状態と同じですね。こうなってれば足を出そうにも出せません。ではどのようにすればよいか、足の裏をかかとではなくて前の方に体重が移動していることを感じてみましょう。体重が前に移動できたら良い方の足も大きく出せてみます。まずは歩く練習の前にこのように手すりなどを持っていただいて、足の麻痺側の足の裏が体重移動できているかなと、そのような部分を気をつけて良い方の足を大きく出す練習をしてみましょう。くれぐれも急にですね、良い方の足を大きく出そうと思っても麻痺側が支えられてなかったらうまくいきません。ですのでゆっくりと確認をしてください。体重の乗り具合がかかとから前の方に移動できているかな、移動できたら良い方の足を出す。このようにして今日は練習をして、また実践してみて、わからないことなどありましたらコメント欄の方、下の方にありますから、ぜひそちらコメントしてください。そして動画が良かったよという方はグッドボタンぜひクリックお願いします。また励みになりますので、これからもよろしくお願いします。